How's it going, everybody? 皆さんこんにちは、インディー鈴木です。今日はですね、こちらレビューをしたいと思います。これレビューって何かっていうと、リっていうのはもう一度ですね、もう一度、ビューはこれ見るっていうことですね。レビュー、つまりこれ復習する、そんな時間にしたいと思います。それでは今までやったことを確認してみましょう。皆さん覚えてますか？こんな表現をやりました。調子はどうですか？ How's it going? その通りですね。 How's it going? その答え、調子すごく良いです。英語で言うと Pretty good。 その通りです。 Pretty good。 まあまあっていうのもやりましたね。 Not too bad。 Not too bad。 それが答えです。 Not bad ですと、まあまあいいよ、 Not bad、 悪くないってことですね。 Not too bad、 悪すぎない、つまりまあまあってことですね。よく I'm OK なんて言ってしまいますけども、 OK っていうのは中間よりちょっと低いですね。I'm OK。 日本語だとね、なんか勢いある表現に聞こえますけども、英語で言うと I'm OK、 あんま良くない感じしますね。映画見に行って I was OK ってのはまあまあな感じです。まあまあよりちょっと低いですね。あー、どっちでもないかな、あんまそんなに良くなかったかな、そんなイメージがあります。覚えておいてください。こんなのもやりました。お話できて良かったです。 Nice talking with you。 Nice talking with you。 その答えは何でしたっけ？私もです。英語で言うと Same here。 Same here。 こちらも同じです。別れた後にまたね、物事を真剣に捉えすぎず気軽に生きてくださいって、まあ直訳ですけども、 Take it easy。 Take it easy。 そんな表現もやりました。そして良い一日を、時間に関わらず使える表現ですね。まあ夜でも使える表現です。誕生日でも使える表現です。良い一日を、良い時間をっていう意味で、Have a good one。 Have a good one。 そんな表現もやりました。皆さんどれだけ覚えていたでしょうか？1週間でね、これだけの表現をやりましたけども、毎週こんな風にチェックできたら良いと思ってます。それでは皆さん、 Have a good one。 Bye bye。 See you。